小松さん、静岡ではですね、大変お世話になりました。ありがとうございます。はい。あとね、メールもいただいてて、無事ですね、鹿児島の方に到着しまして、あと、これですよね。まさかの欲しいものリスト。これちょっと欲しいものリストね、僕もうすぐ作ろうみたいな。もう今日作ります、欲しいものリスト。でもね、欲しいものあんまないんですよね。ちょっと欲しいものをちょっと探してみます。もうね、ちょっと買っちゃった部分あって、機材とか。でもあれ、スタビライザー欲しいな。でも高いから買わねえだろうな。この一眼レフのスタビライザー5万円ぐらいのあるんですけど、それ欲しいなっていう。このスタビライザちょっとまあちょっと、仕事に使うものですけどね、ほとんど撮影に使うものなんで、プライベートで使うかというか、こういう動画撮るために欲しいものしか今あんまないんで。でも素晴らしいですね、これ。やっぱとりあえずやってみるっていうのが大事ですよね。素晴らしいです。これはもう熟成さんの結果報告でまた別動画で撮りますけれども、おめでとうございます。またですね、鹿児島いいですから、もしフラッと寄る時があれば、お声かけていただければなと思います。で、僕もまたその車でその東京、また年末東京で過ごすと思いますんで、また静岡通りますし、多分寄ると思います。やっぱね、次は僕がおごりますけれども、風呂上がりのハイボール焼肉は、ホルモンは、神がかってると、焼肉臭くなりますけど、クソうまかったですね。多分焼肉の正しい食べ方でしょうね、あれね。風呂上がりにお酒飲みながら 焼肉ってマジ神がかってる的なうまさだなっていう。多分ね、今年ベストアンサーですね。美味しかったです。もう噛みしどんどん噛みしめたいみたいな あれ本当美味しかったですね。あと何も食ってないっていうのもありましたけどね。あといろんなところに、ね、連れて行っていただきありがとうございます。徳川家康のところはすごくなんかありましたね。あと富士山の川のところもすごく綺麗でしたけど、またお互いにですね、頑張っていきましょう。また何かあればご連絡いただければなと思います。今回はですね、静岡でいろいろとお世話になりました。ありがとうございます。